寂しがるでしょうし、たまには家に帰ってあげないと。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、鼻歌なんてずいぶんご機嫌じゃないか。あら、アルエ、それに米子ちゃんも。今日はいいお天気ね。いいお天気ね、じゃない、また帰ってきたの。私だってコウマ族だもの、故郷に戻ってくるのは当然でしょ。米子が言っているのは頻度のことだ。最近帰ってくるペースが早すぎないか。そうかしら。一週間前にも帰ってきてた。いくらテレポートで気軽に帰れるとはいえ、頻度が高すぎないか。いいの。だってこれは、友達のためだもの。ちょっと、ユンユン。ユンユンに、友達。米っ子もそう聞こえたか。あのユンユンに友達など、怪しい。怪しすぎる。ユンユン、最近ちょっと痩せた気がする。小説のネタが見つかりそうな予感がするね。よし、ついて行ってみよう。このスバ。こんにちは。こんにちは。あれは。また会いに来てくれたんですね。嬉しい。そんなの当たり前じゃない。だって私たち、友だ。ええ。あなたと私は友達だものね。生まれて初めて私にも友達ができた。ずっと一人ぼっちだったのに、こんなことがあるなんて。はぁ、私もまだ信じられないわ。私に友達ができるなんて、夢みたい。あれって、女の子？違うよ。ユンユンが今喋ってるのは、安楽少女という植物型のモンスターだ。痛いけな容姿で、冒険者の庇護欲をかきたて、神経異常を引き起こす身を与えて衰弱させる。最後には、餓死した冒険者の上に根を張り、養分にしてしまう。各地のギルドに駆除申請が出されている危険なモンスターだ。はい、これよかったら食べて。今日もくれるの？じゃあいただいちゃおっかな。なるほど。ああやって身を食べさせられていたおかげで、ユンユンは最近やつれ気味だったわけだ。この身すごく美味しいよね。いつもありがとう。いいの。だって私たち友達だから。これからもずっと一緒にいてね。え、本当？逆にいいの？当たり前じゃない。ほら、この実は友情の証。もう一個食べて。ファイヤーボール。どこのどいつだよ、いきなり。普通に喋れるじゃん。ったくよ、もうちょっとでこのボッチの嬢ちゃん取り込めると思ってたのに。ついてねえな。危ないところだったね、ユンユン。あ、ハルエ、今のはあなたが。うん、そいつは人に擬態したモンスターで、ユンユンを弱らせて捕食しようと。ひどい！どうしてやっつけたりしたのよ！ユンユン、こいつは危険なモンスター。そんなことわかってたわよ！え？わかってたけどいいじゃない。ちょっとくらい自分の命の危険があったとしても、
友達になってくれるなら。どうやら想像以上に重症らしいね。うん、少し方法を変えてみよう。もう私、友達になってくれるならミミズだってオケラだってジャイアントトードだっていいわ。落ち着いて。ユンユンが危険なモンスターと一緒にいると知って、私たちが心配しないわけがないだろう。だって私たちは友達じゃないか。うん、私たちは友達。ある、え、コメッコちゃん、ほら、コウマの里に帰るよ。それで一緒に晩ご飯を食べよう。ありがとう。それよりも私たち友達って聞き間違いじゃないよね。もちろんだ。だからもうこんな危ないことはやめるんだよ。うん、友達といえば何でも言うことを聞く。ユンユンはチャラい。しー、ユンユンは気分よくなってるんだし、そういうことは本当のことだとしても言ったらダメだよ。友達、友達。このスバ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ。メグミンたら、あんなにはしゃいで。お鍋も美味しそうね。おお、煮えてますね、煮えてますね。なんと食欲をそそる香りだ。そろそろ食べ頃じゃないか。あれはもしかして鍋パーティー？仲のいい人たちが一つの鍋を囲んで食事をする。噂には聞いていたけど、まさか実在したなんて。よし、頃合いかどうか俺が味見してやる。まずはそのまま。ブーいい出汁が出てやがる。カズマだけずるい。私もできればポン酢で。私がよそってやろう。暑いから気をつけて食べるんだぞ。星3つよ。心も体も温まりますね。友達と鍋パーティー。別に羨ましいとは思わないけど、たまたま通りかかったんだし、友達のよしみよ。あら、めぐみん、ずいぶん大きな鍋ね。食べきれないなら手伝ってあげてもいいわよ。おや、ユンユンではないですか。別に食べきれる量なので手伝いは結構です。だったら今日こそは長きにわたった私との決着をつけるわよ。嫌ですよ、めんどくさいですし。そんなこと言わないで、お願いだから。おい、めぐみ、おかわりはいるか。はい、いただきます。もう勝負しようって言ってるのに、鍋ばっかり見てないで私を見てよ。あら、ユンユン、まためぐみんと揉めてるの？ええ、相変わらず面倒な人で困ってます。何よ、クエストにも行かずに仲間とぬくぬくお鍋囲んでるめぐみんなんかに負けるわけにはいかないわ。わかりましたよ、鍋を食べ終えたら勝負をしますから。ほっほっほっほ。た、食べてばかりいないで。すぐ終わるから、スキルアップポーションもつけるから。ここまで言っているんだ。勝負してやったらどうだ。はあ、まったく仕方のない人ですね。何で勝負するんですか。あ、ありがとう、めぐみ。こんなところで魔法を打つわけにはいかないわよね。それじゃあ腕相撲で勝負よ。いいでしょう、鍋を食べて精もついていますしね。私が勝ったらスキルアップポーションをもらいますよ。も
ちろん。その代わり私が勝ったら一緒に、その一緒に。何ですか、はっきり言ってください。なるほど、七不思議を教えてほしいということですね。いいでしょう、行使する者だけが知る爆裂魔法七不思議お聞かせしましょう。そんなこと頼んでないわよ。最強の攻撃魔法である爆裂魔法の七不思議を知りたくないだなんて、あなたはそれでも高魔族ですか。もうめぐみんたら話を聞いて。私が勝ったら私を、はあ、鍋パーティーに一緒に、鍋パーティーに。締めの雑炊混ぜ終わったぞ。うん、優しい味ね。はい、めぐみんの分。ありがとうございます。鍋はもう終わり？すまない、カズマが残りを食べてしまってな。最後の雑炊だけでも食べるか。どうしたのです？冷めないうちに食べてください。食べ終わったら勝負を。もういいわ。はい、これスキルアップポーション。え？勝負をしてないのにいいのですか？いいの、もういいの。やっぱり私なんかがみんなと鍋を囲むなんて夢のまた夢だったのよ。あ、ちょっとユンユン、勝ち。みんなと鍋パーティーしてみたかったのに。このスバ